はい、どうも、イズログです。はい、今日が4月23、4月3日の午後8時くらいかな。で、いろいろ、まあ今バイトから帰って、まあ散々だったけどな。使えないおじさんだったけど。まあバイトから帰って、外ごもりプレイス、オープンに向けて着工してます。はい、そして進捗です。例えば、水道管直すですね。まあ、水道管は直ったんですよ。でも、水道のなんだろう、塩ビパイプが、長い間使ってなかったから、詰まってるらしくて、ちょっと水道の勢い、弱いです。漏れてはいないからね。はい。で、そしてですね、なんかまた、ボスが出てきた。ボイラーの試運転、これできてないんですよ。なんでかって言ったら、ボイラーも割れてました。タンクヌとタンクに続く導線のところ。まあね、電源切っちゃったからね。まあむしろ俺が買うよりも前に、まあとっくに破損してたんだろうなとは思います。で、そして、はい。でん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 。22万2250円が水道管破裂ですね。まあ、現金一括で払ってるんで、まあ、あいたたたーの出費ですね。で、それプラスまたあいたたたーの出費がですね、これ。やっぱりね、給湯器がぶっ壊れてて、まあ、こればっかりはちょっともう金で解決みたいな感じですね。で、そしてこの給湯器がちょっと波乱を呼びそうで、今ね、ウクライナとロシアが戦争してるでしょ。で、そのせいで半導体が手に入らなくて、半導体の値段も上がるし、半導体自体が手に入りにくいから新製品作りにくいでしょ。で、そのせいで、新しいラインが動かないらしくて製造できてないんだって、こういうボイラーとかね、ライン工場は。電気式機器のね、だから、そのせいで品薄なんだわ。あれに合う。タイプのあれが。あれっていうのは給湯器か。だから、それが手に入るまでがちょっと時間かかるかもしれないという。残念な状況です。はい。よっしゃい。じゃあちょっと行きますか。あそこがっつり開いてるからクソ寒いんよ。で、そして何を行きますかっていうと、水道管が直ったので、はい、じゃあ見に行きましょうか。やっぱ明るいといいね。まあ結構散らかってるし、あれだわな。ちょっと脱走犯の。脱走犯、逃亡犯が今、空き家に逃げ込んでるみたいな感じだよね。はい。そして、よいしょい。あ、ちょっと汚いんだけど、待望の、来た、お水。でもこれね、今ね、蛇口マックスひねったんだけど、ちょっとやっぱり弱い、水圧が。だからこれが、なんだっけ、もうこっちで漏れてないから、一次側でちょっと水が漏れてないかを見ろと。まあ、要は涼水系よりも向こうで、水が漏れててるかもしんないから、ちょっとそこを役場に連絡をしてくれよっていうことでした。はい。そして出るかな？治ったよ！治ったこれがあれですわ。おお！冷てえ！冷てえな、おい。ファック！ 冷てえ、でも水が出たわ。まあいいね、いいね。いいこっちゃ。はい、水使えるようになりました。で、はい、ここは潰したところですね。で、こっちは実はこっそり俺が外してやったところですね。んー、どこもあれだね。
水圧は弱めだね。そして永遠の謎なんだけど、これのパーツってあれなんだよ。トイレの、排水芯とか便器を取り付けるときにつけるやつだわ。多分、ボットン便所から洋式にしたときに取ったっていうか、余ったパーツかなと、俺は思ってます。そして、で、今まで俺が何をどうしたかっつったら、この桶で、外にある雨どいから水が落ちてくる水、雨どいから落ちた水を拾う桶があるんだけど、そこから汲んで流してたりしました。もちろん雨が降らない時期はもう水がなくなっちゃうんで、まあそれで、まあダメにはなってましたよね。もちろん。イエス。はい、流れた。水が流れるよ。っていうことは、朝一、一番近くの公衆トイレまで、ダッシュをしなくてもいいという、素晴らしいことになってますので、まあ、いい生活ができるようになります。という状態ですね。素晴らしい、本当に。まあ、あとここら辺も殺風景なんで、まあ、何かしら変えなくちゃなぁとは思ってます。まあどうしようかな、ここも石膏ボードを断熱しないとなぁっていう感じだけどね。どうしようかなっていう感じ。ちょっとなぁ、水回りとか、どうせこのガスは使わないから、放棄しちゃいたいんだけどね。という状態というか途中経過でございます。まあ実際シャワー浴びたら水詰めて、支援してくれた人もいるんで、まあその人たちのためにね、その支援してくれた額じゃなくて支援してくれた心意気というか、そういうものだよね。何者でもない赤の他人に ね、そういう支援をしてくれた人もいるので、まあとりあえず一度決めたことで、まあ今年入居者がゼロだったとしてもまあいいので、まあ来てくれるかもしれない誰かのために頑張っていきます。お金が出ていくというのはある意味試練なのかっていう感じだけどね。まあ一難去ったらまた一難っていうのは来るんだろうねって思います。はあ、まあ一応車っていうのもあれだよね。初めての、ほぼ初めての車だし、昔はジムにね、大学の先輩から6万で買ったやつがすぐダメになっちゃって今の車になったけど、車を知るための車を乗ってて、自分でもちゃんとさ、点検できるようになったからね。タイヤ交換から始まり、オイル交換、デフオイル、ミッションオイル、点火プラグ、イグニッションコイル、ブレーキパッド交換。まあ、やっぱりいろいろ、ね、自分もそれなりにやってできるようになってきたことがあるから、この家は、あれだよね、家を知るための家みたいな感じでいいんじゃない？と思います。せっかく買ったから、ちょっとまあ、お金が無駄になってもいいから、ちょっとできるとこまでやって、もしお金、まあ、ダメになったら、あ、そこまでつぎ込んだけど、やっぱボロ屋買ったらダメだよね、あはは、みたいな、そういうことになると、なっても俺はいいと思います。でもまあ、ここまでね、せっかくリフォーム頑張ってるんで、まあリフォームじゃねえけど、まあもうちょい、変えたいところはあるので、まあ頑張って、やっていきます。じゃあまあ大体、まあこんな感じです。まあ、今回の動画は、まあ、4月の頭ですね、こっち帰ってきてからの始める前の状態ですね。で、まあ結構ね、初っ端やるぞって意気がってはきましたけど、結構出費かさむと心折れますよね。
だからまあ、これ、3年目なんで、絶対に今年オープンしないと本当に心砕けるんで、まあ、余音を吐きつつもこんな感じでやってるよっていうふうな、こんな感じでも頑張ってます。バイバイ。